お疲れ様。あのさ、ちょっといい？ここってさ、花瓶とかってある？あ、よかった。それじゃあこれ、余り物で悪いけど花を持ってきたんだ。よかったらここに飾ってよ。え？別に意味なんてないよ。家を出るときになんとなく目に入って、それをいくつか持ってきただけ。私が花を持ってきたのが意外？まあそうだよね、自分でもそう思うし。最近ちょっとした用事があって花をいじったんだ。展覧会とかそういうんじゃなくて、頼まれごとの協力してただけだから。イブが CM に出たの知ってる？そう、あれでイブが持ってたブーケを作るの手伝ったんだ。手伝ったって言っても本当に少しだけどね。イブの溢れるイメージを形にするのにちょっと手を貸しただけ。あの時のイブすごかったよ。ブーケのアイディア語り出したら止まんないの。バラに和風にフィンランド風にって欲張りすぎだよね。でもイブがあんなに熱く花を語ってたせいかな、私も。ってまあそれはいいよ。それはその時に余ったやつ、うちに飾ってもよかったんだけど、サークルに花があるっていうのも悪くないかなって。1日1回でいいから水を変えてね。それだけでかなり長く咲いてくれるから。あと花瓶の水はほどほどにね。あんまり入れすぎるとそれはそれで花に良くないから、いつかは枯れてしまうけど、その時までしっかり面倒を見てあげて。次来る時余ってたらまた別の花持ってくるかもなんで。それじゃあ私の代わりに花のことよろしくね。